平成29年3月22日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、火振り神事が行われ、氏子や観光客たちが神社参道などで松明を振り回して、神様の結婚を祝いました。まず、佐藤阿蘇市長が挨拶。続いて、大阿蘇御神火太鼓保存会のメンバーが太鼓を披露し、さらに、一宮中学校2年生の生徒たちが、火振り神事の由来について説明しました。午後7時前、阿蘇神社からおよそ12キロ離れた阿蘇市赤水の吉松郡から姫神様が到着すると、神社参道で待っていた氏子たちが、茅を束ねた松明に火をつけて、頭の上で振り回しました。この火振り神事は、農業の神様、利根神社の国立の神がお妃を迎えられた際に、氏子たちが松明を振りかざして歓迎したのが始まりと言われています。また、仮の拝殿で執り行われた国立の神の結婚の儀式は、御瀬迎え神事と言われ、農業の神様とあって、五穀豊穣も合わせて祈願し、阿蘇の農耕祭事の一つとして、国の重要無形民俗文化財に指定されています。これまで毎年、楼門前の参道一帯で行われていた火振り神事も、今年は昨年4月に発生した熊本地震で、国の重要文化財に指定されている楼門が倒壊したために、火振りの場所を縮小し、参道の一部と門前町商店街の2カ所で行われました。今年は1200束の松明が用意され、観光客たちも火振り神事に参加して、松明を頭の上で振り回すと、参道には幾重にも火の輪ができ、神様の結婚を祝福していました。